アルケトアルコメスター、皆さんこんにちは、エミコです。今日はですね、代名詞についてお話をしたいと思います。今週の日曜日はですね、グループレッスンで代名詞についてやります。まあ、代名詞って何なんて、というか代名詞って何なんて私も思うんですよ。あんまりそのね、なんかこうちゃんと私は大学とかで勉強していないし、言語学の専門とかでも全くないので、詳しいことよくわかんないんですよね、ぶっちゃけ。でもまあ、こっちで学んでいくうちにね、メリヒステとかデレガーロとかノスディホアシーとか、そういう風なね、まあまあ使いこなせるようにはなったんですよね。で、まあね、こっちで住んでたらやっぱりそういう風に聞く、もう常に聞いてるから慣れていくっていうのもあると思うんですけれども、まあでもやっぱりその文法で基本のルールを知るっていうことはとても大切ですよね。だから私が今までに、じゃあ間接目的確代名詞と直接目的確認認証代名詞っていうののちゃんと区別をつけていたかって言ったら、ぶっちゃけ全然つけれてなかったんですよね。なんて言うんだろう、つけれてないというか、その使い方の使い分けはわかるけれども、ちゃんとしたルールを知らんかったんです。で、これを今回いろいろ調べていて、すっごいクリアになった瞬間に、じゃあ今まで使ってなかった動詞とかでも、じゃあローからーになるのか、それとも例なのかっていうのがね、こう自分で分かるようになったんですよね。で、やっぱこの瞬間のこの分かった時の達成感って、ほんまもうなんかもう信じれんくらい爽快なんですよ。あ、そういうことやったんやっていう。で、これってじゃあ例えばね、こういう風なことが聞きたいんですっていう時ありますよね。Cuál es tu comida favorita とか、Cuál es tu bebida favorita とかっていうようなこと、なんかこうペルー料理で一番好きなのは何ですかとか、あなたが一番好きなアルコールのドリンクは何ですかとかって聞く時とかに、じゃあなんて聞けばいいんだろうってなって、まあ、誰かに聞いて教えてもらうということはできますよね。でも教えてもらってもすぐ忘れるんですよ。忘れませんか、あんなんて。なんか私がこういう時にこうやって言うんですよとかって、お大事にねとかって、ケテメホーレースって言うんですよっていうのを言っても、アホなんじゃチューってなると思うんですよ。そんなんてこうやっぱりね、教えてもらったこと、簡単に教えてもらったことって簡単に忘れます。でも自分がどうやって言うんやろう、なんて言ってるんやろう、こうやって言うんかなって考えて見つけ出したものってね、忘れないんですよね。何年経っても何年使ってなくても忘れんかったりします。で、じゃあ先生に教えてもらうんがあかんのかって言ったら、ほうではなくて、ただ自分で考えてみる、一回自分で考える。で、じゃあ考えるにあたってもやっぱりルールって必要ですよね。なので、その文法の基礎のルールを教えてもらう、それは別に再起動詞でもレフレキシーボとか、その代名詞でも過去形の点過去と線過去の使い分けとかも全部同じなんですけれども、基本のルールは誰かに教えてもらったらいいんですよね。で、それはもう自分が分かりやすいと感じる先生につくんが一番いいです。の感覚が似とる先生で、こう文法の専門的な用語が好きな人はやっぱりそういう大学の教授みたいな人に教えてもらった方がしっくりくるやろうし、ね、こう私みたいな感じの砕けたというか、ちょっとね、ちょっとアホな感じの説明の仕方の方が砕けてて分かりやすいですって思ってもらえたら、全然その私のレッスン受けてもらったら謎が解けることっていうのはいっぱいあると思うんですよね。なので、その自分に合うかどうかですよね。で、じゃあしっくりくるような先生について文法の基礎を教えてもらう。で、その上で自分なりの文章を作ってみる、自分なりに説明してみる、間接目的確認書代名詞なのか直接目的確認書代名詞なのか、ここは例になるのかそれともローなのかっていうのを自分なりに見つけていく。で、この自分なりに見つけていく作業をする中で腑に落ちていくんですよね。この作業はもう絶対に欠かせないんです。やっぱりほんまにね、何でも一緒で、もうピアノだろうが英会話だろうが引き寄せの法則とかだろうが、やっぱ仕組みっていうのは教えてくれます。仕組みっていうのを教えてもらった上で、こういう風にするんだよっていう基礎の状況を教えてもらった上で、自分で実践していかないことには話せるようにはならないし、上手にはならないんですよね。で、これを分からんなりに、言ってることは分かりましたけど、
まあちょっと考えてみますみたいな感じやと、あのそこでスッと行動に移せる人、あ、じゃあやってみますって言って話してみる人と、でもちょっとしっくりくるので、しっくりくるまでちょっと考えてみますみたいな感じやったら時間かかりますよね。しっくりくるのはいつしっくりくるかって間違いながらやっていった時にしっくりくるんですよね。しっくりくるまで何もせえへんかったら一生しっくりこないんですよ。ずっとこうやって考えとくことになる。分からんなりにも試してみることっていうのすごい大事で、別に間違ってもいいじゃないですか、そんなんね。なんかその例えば私がここでねスペルミスとかありますよね。 なんとかって書いてますけどこれってどういう意味ですかとか聞いてくださる方結構いますけど、あのただのスペルミスのことが多いので、あの皆さん自分を信じてください。でなんかそういうので、あの、なんて言うんだろう、じゃあ私があのスペルミスもしないこの日本語で喋るよんもかまんとかみたいなんとかがないようにするまで YouTube の動画作りませんって言ってたら10年経っても作ってなかったと思うんですよね。だけなんか別に間違いながらでよくて、間違いながらやってきて、私はもう未だに一旦なんかこう全然間違ったりしますけど、それでも教えてくれたり別にスルーされたり、人によって反応の仕方って様々ですけど、それでもやっぱりみんな友達でおってくれる人は友達でおってくれるしね、私と話してくれる人は話してくれるしね。だからそこにこう必要以上に自分で完璧を目指さなくてよくて、間違いながら進んでいけるかどうかと思います。でじゃあ一つ目標があって話せるようになりたいっていう目標に対してどこまでこう向かっていけるかですよね。なのでそれに対してはこう諦めないでいただきたいなと思います。間違えることを、間違えるもんだと、私は間違えることによって上手くなっていくんですよとかっていうよりは、別に間違えるもんやと思ってます。そんなんだって自分の言語じゃない言葉を喋るよし、日本語でさえ間違ったり読み間違えたり意味知らんとかってあるのに、この完璧になるを目指しとんではないっていうことですよね。そもそも完璧に話せる人が欲しいんやったらやっぱりネイティブ取ったらいいと思うし、生まれつきというかこの育ち流れにバイリンガルの人とかにはやっぱり勝てんのんですよね。だからそんな人たちと戦う必要はなくて、自分がどういう風に使っていきたいのか、どういう風に話していきたいのかっていうことによって、目標を見つけて自分が今できることを一つずつやっていったらいいと思いますので、なんか自分である程度納得するまでは、えむこさんのレッスン受けないですとかって言ってくれる方もおるんですけども、全然何にもわからんうちから来てください。わからんうちから来てくれる方が早いんです。自分なりに変に自分なりに変に理論とかを持ってしまうと逆にそれ崩すん難しいんですよ。なので何でもそうですけど、ピアノとかも弾き方とかもね、なんかこうドレミファソでソで親指に戻すとか、なんかそういうのってもう基礎でちゃんと、なんかもう別に自分でだってそうから戻した方がいいですもんとか言ってたら、先生がいくらここで変えてくださいって言ってももう自分のやり方あったらできませんよね。サルサとかもそうで、自分流のステップの踏み方とかあるとどんないい先生についても一緒なんですよ。なのでまっさらな状態から学ぶっていうことの方が大事で、実はその方がいいので、しかもその方が早いと思います。変に自分なりにそういうことなんやなって思うよりは、プロの先生につくことの利点っていうのはそういうことやと思うので、まあまあぜひぜひね、悩んでた、ずっと去年から受けようかどうか悩んでたんですっていう人はこの機会にどうぞ、まあ一回受けてみてくださいね。で、まあその後続けるかっていうのは、まあまたその時に考えたらいいと思うし。なので、まあまずは一回挑戦してもらえたらなと思います。2020年新しい一年が始まりますので、これを機会に皆様に会えることを楽しみにしています。それでは今日はこの辺で、Muchas gracias por ver mi video! チャオ!